はい、いらっしゃい。タイムレステリデンのミーゴと山本とカモです皆さんにご報告がありまして、緊急で動画を緊急ではないかもしれんけど言いたいだけなんだけど私たちタイムレステリをサブスクデビューいたしました。おめでとう。念願だね。やったよ。いや、長かった、ほんと長かったね。相当時間かかるんですよ、うん、そう、今回ガレージバンドっていうアプリで1から全部作ったんだよね、うん、もう無料で皆さんのこう iPhone に入ってるアプリがあるんですよ、ガレージバンドっていう。誰でも作れるアプリで1から全部作ってで音源化したっていうものが今回のアルバムになっていて、今ご覧いただいてるタイムレスレディオっていうチャンネルのトップページにリンクがあるんですよ。そこからちょっともういつでもパッと飛べるようになってるので、そこから勢いよくこうタップしてもらえればいつでも聴けるようになってるんで、刮目して刮目してこうご覧いただきたいですね。ちゃんとさ、歌詞もさ、あ一個一個こう、うん、あれもやったね、歌ってる時に応じてこう流れてくるから地味な作業です。地味や、あれ地味なのよキングヌーとかさ、ヒゲダとか全部一から作る手動で、手動でやるのよあれ。流れてくるところの始点と終点で一回一回こうね、止めなきゃいけないんだよね、流して。ちょっとその動画撮ってるからちょっと軽くご覧ください。いや、そんなことある？いや、アイマンみたいな流したやつすごいよね、これめっちゃアナログだよAI が勝手に判断してさ、やってんのかと思ったらさ、もうできるじゃん。絶対できるのかな、ほんとそんな苦労を乗り越えて今回アルバム出しました。アルバムのタイトルがオンエアっていうタイトルになってます。タイムレスレディオのバンドのロゴにも書いてある通りオンエアっていうそのままのタイトルになってるんですけど、もともとはザ・レディオが良かったんだよねちょっと申請上アルバムの文字しか受け付けられませんっていう回答が正式にこう先方からメールで飛んできて想定外の、ね、想定外の。今日はそのアルバムをちょっと振り返ってアフタートーク的なちょっと要点をパッパッとまとめて、ちょっと裏話とかも交えながら、うん、ちょっとアルバムに触れていこうという動画になります。アルバム全部で7曲あるんで、ちょっとじゃあ最初プロローグという曲を触れていきたいと思うんですけど、ちょっとアナウンス調の曲になってますね。このアナウンスのしてるのはアモックです。すごくね、ピンクの声です。うまいね、アナウンス。そうだね、好きだからね、結構ね。そうね、ちょっとディズニーのさ、あるじゃん、うん、ワクワクするよね。デッドワールドだっけ。デッドワールドそのちょっと世界観をさ、そうだね、大事にして、まさに。そう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 、ボイスメモでこうアナウンスだけこうスマホで撮ってそうちょっと音源の調子ね、難かったねガッサガサになるくらいになっちゃったりして、まあ、プロルーグは、まあ、導入の部分の曲になるんで、2曲目が、まあ、実質1曲目みたいなもんでね、うん、ライブで言えば。そうですね。2曲目は恋のマジカルロマンスという曲になってます。本当に導入としてふさわしいような勢いのある楽曲になっております。内容は、まあ、タイトルさ恋愛系かなとか思うんだけど、うん、全然違くてちょっと悲劇だけでタイトル決めた部分もあるんだけど、 SNS で昨今疲弊している人が多いという部分を私個人ひしひしと感じておりまして、 SNS に疲れた社会人女子の考えていることはこうなんじゃないかなって思い浮かべながら、その歌詞を考えてみました。その歌詞の中に一個キーワードで押さえておきたいのが、フォロワー稼ぎが社会の歯車で過ごすっていう歌詞があって、あれなんで僕なの。確かに私にすればだったね。そうだね今さら僕もリリースしちゃったよ僕にしちゃった純粋に思ったまあ男にも取れるからさ、まあね、どっちにも入れる。男女兼用にしよう。もうじゃあもうリリースしちゃったから旅立っちゃったからさ、もうあるけど心は男性だけど体は女性みたいなさそういうのも含めて、ね、そういうジェンダーレスにも適応しているようなバンドになってます
くない？そうだね。面白い。後付けに聞こえるけどね。いや、そうでしょ、そりゃ。大事にしていかないと。いろんな考え持つ人がいるからさ。まあ、そういう解釈でいいんじゃないですか。そう、そういう解釈にしてください。そうそうそう。はびこる社会課題に立ち向かっていく、ね、歌詞ですね。じゃあちょっと3曲目に移っていきますね。オールドフレンズっていうタイトルの曲になるんですけど、2曲目はその昔のちょっとアメリカ軍の戦争をちょっとモチーフにして物語チックに歌ったような曲になってます。テンポもちょっと小気味いい感じで、うん、ミドルテンポミドルテンポでちょっとドライブにもふさわしいような、うん、ちょっと長めの曲になってますね。でなんかしながら聴いたりとかおすすめかもしれません。夕暮れのね、ドライブ、そう、夕暮れのドライブのねみたいな、そう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 、ちょっと切ない感じはミーゴが言ったようにジェンダーレスとか SNS の問題とか、これも結構反戦歌でもあり、そういう現代の紛争とか争いに対しての、まあ、提言というか、うん、物語の感じなんで、そうね、タイムレスリーの反戦かも歌う戦争しないでくださいという平和を、ね、平和を祈っておりますという壮大なテーマを、ね、ちょっとアルバム作りましたね今回。でももともとこのヤマトがオールドフレンズの世界観っていうのを考えたんですよね。そんな24歳いる ?24 歳戦争を知らない世代だからねまあね、聞いた話で、はずがない。聞いた話と体験談とかの元に、こう歌詞とかを書いたりするので、広島住んでた経験もあるので、うん、1個しかない被爆国として、伝えていきたいことがあるんですよね。曲はあえてアメリカ側の視点になってますけど、どっちがいい悪いかとかではなくて、そういう事実があったってことをまずは知ってつなげていく、うん、まあつなげていくだよね、ほんと、うん、それが今の現代の人にある義務だと、それは思ってますね、うん、真面目に。面白いね、結構それは面白いですね、うん、なんかね、モンゴル800の曲にすごいいいフレーズがあって、うん、ヒメユリっていう教科書が出てくる、うん、お花、そう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 、フレーズで平和と呼ぶにはまだ早く、うん、歴史と呼ぶには早すぎるっていう。なるほどね、歴史に進むには早すぎるんだよっていうのを歌ってる曲なんですけど、本当にそうだと、今一応平和と言いますけどその延長線上に今があるので、そういうのはやっぱり考えないといけないですね。歴史にしてはいけないですね、本当に。だって今も戦争してる国あるからね。何だって分かんないですよ、本当に。まあ、あえて僕若い何も知らない僕たちが歌うっていうのに意味があるんじゃないかなっていうところで、作った曲でもあるので、そこら辺も踏まえてちょっと聴いてみてください。3曲目は、あ、じゃあ3曲目じゃねえよ、4曲目だね。4曲目はなんだっけ、4曲目ウイスキーウイスキーベリー、そう、仕事に疲れた、今日も頑張ったね、ウイスキー飲むかっていうそういうそういうそういう歌になってます。そんな歌そあ、違うっけ。まあまあ、でも歌詞はあるんですよ。そう、歌詞はそんな感じ、まあ、歌はちょっとクリスマスっぽいのよ。ちょっとベルとか使いながらさ、最初クリスマスの曲作ろうとしてさ、うん、トラック作ってたんでしょ、うん、そう、ちょっと年末が近いねっていうような雰囲気で晩酌をするっていうイメージで聴いてくれる、うん、でも面白いかもしれないですね、うん、サビがすごい分かりやすくなってない。いやー、確かに一番ポップなんですよ。ポップ J-POP だよね、うん、完全に A、B、うん、サビってなんかこう綺麗に分かりやすく、本当に構成は分かりやすい。歌詞の意味としては、ウイスキーっていうのが本題にあって、3年とか5年とかを置いて、その時間を楽しむ飲み物があるんですよね。自分とウイスキーの時間軸を合わせたっていうか、3年5年後の自分にどうなってるかっていう葛藤だったり楽しみでもあるみたいな、そういう複雑な、なるほどね、心を歌ってるというか、今ウイスキーを買ったとしてどういう風に成熟していくかっ
り、これからを楽しむのが曲になってるんだね。置く時間をたしなもうっていう感じで、うん、でもちょっと未来の不安もあるけどね。いや、本当だよな。そういう、うん、ですね。不安だらけよ。それを、まあ、今回アルバムにして出してみました。5曲目はドラマティックテレビジョンっていう曲になってます。今回のアルバムほとんど大和くんが作曲をしていて、ちょっと作詞とかメロディーは僕なんですけど、この曲だけはちょっと私が、まあ、編曲とかは結構頼っちゃったけど全体の構成とかはなんとなく僕が考えてみた曲になってます。ちょっとテレビっていうところにちょっと深掘りしていこうっていう曲になっていて、昨今いろんなサブスクのさ、配信とかスマホの中で見れるネットフリックスとか YouTube とか YouTube とか、そういうデジタル系のメディアが発達していってる中で、いわゆるこう昔ながらのテレビとかマスメディア系の媒体っていうのが、まあ、昔よりはもうみんなが見るっていう感じではなくなってきてる。ちょっと僕たちの子供時代は一家団らんで、テレビはみんなが見るもので同じものを見るっていう、ギリギリ知ってる世代なんですよね僕たちが。で、あの頃は良かったなとか、このテレビ面白かったねとか、話題をこう共有できるようなことがあんまりこうなくなってきていて、それがちょっと悲しいなと思いつつ、また新たな時代に向かって発展していければなと思いながらちょっと作った曲になってますね。またテレビが復活してほしいっていうことなんですか？最終的には、で別に今見てるわけじゃないの、テレビ、うん、そんなに、うん、ま、今のままのテレビ業界が好きっていうよりかは、これからのメディアはどういう風に展開していけるんだろうっていうワクワクを歌詞にしたような曲になってる感じだね。テレビはどうなっていくと思いますか、みーごさん的には。見られなくなることはないでしょ、完全に。例えばドラマとか、テレビでしかできないような制作とかをできるカテゴリーの番組とか残っていくでしょ。年間予算ネットフリックス2兆円ぐらいあるんですけど2兆円の年間予算っていうのは、今のキー局、まあ、NHK 以外のキー局を足した年間予算の半分にも満たないんです。そうなの、うん、すごっ。年間の予算をやってドラマとかバンバン作りまくって、グローバルスーパー企業に対してどうすればいいと思いますか、民放は。民放はね、みおさんの見解。希望よ。45歳、50歳以上の人が増えていく中で、うん、その人の年代にとってはテレビはかけがえのですよね。まあ、そうそうそう。確かに。僕は思うのが、いた人間でもあるので、それを癒してもらうと。ちょっと働いてたこともあるんですね、テレビ系で。コンテンツ自体はマジめっちゃ面白いと思う。やっぱり。本当にプロが作ってるので、ね、編集マンとかプロデューサーも本当にプロ、うん、素人じゃないので当たり前です、うん、日本だけで、うん、初っ端からもっと海外を見て、相席食堂とかも結構今世界でバズったりとかしてて。そうなんだ。なんか今って多分日本でバズってうまくいったらワンチャン海外行こうみたいな感じのノリだと思うんですけど、ね、うん、当たり前体操的なさなるほど。芸人さんとか、ね、小島よしおとかさ、そうそうそう、やっとにかくやっぱりやっとそうだと思うんですよ。だから視野をこう、なんかその閉鎖感すごいよ、ね、セレブって。なんマジで海外に向けてもっとねコンテンツ作っても多いと思います、ね、確かにいろんな国はそうだもんね、うん、韓国とかさ、そう、韓国とかもそうだし、今後のテレビ業界も見どころですよね、うん、どんな進捗になっていくかとか、ほんとそうだね。いろいろなちょっと進化を見ていければなっていうふうに思って作った曲になってます、うん、いや、ちょっと壮大な話になってメディア壮大すぎるよね、今まで全部壮大全部壮大だよ。なんかいろんな世界観を持ってさ、いろんな思想を持って作っていきたいよね。問題と絡めないといい曲だねで終わっちゃう。いや、そう、もなんかそこ先を越えて伝えられるのを大事にしたいですね、うん、本当に。いろんなちょっとチャレンジをしながら進みたいと思っているんで、続けていきたいですね。考えて他とは違うものを作るっていうところはやっぱ一番大事なんじゃないかな。いろんな思想を持つっていうところね。6曲目オールドレディオっていう曲になってます。これは一番タイムレスレディオが最初に作った曲になってます。思い出のある曲ですね。そうなんだ。タイムレスレディオっていう名前の根本にあるような
一番コアにあるような曲になってます、うん、どういう、 こう思いを持って手がけたんですか、この曲。とにかくシンプルな構成でキャッチーでっていうのは最初から結構意識してたかな、うん、なんかそこは外せないよな、考えても一基準となるようなね、基準ではある、うん、シンプルな構成だけどやっぱ現代の音楽シーンにはないようなっていうのはちょっと面白い曲になってるよね、うん、もうギターがバリバリ目立っててさ、ギター3本ぐらいいるよねトラックの中に、まあ、3本確実にいるよね。まあそこが強みでもあるそこが強みだからね、2人がこうねギター陣で引っ張っていく感じだからね。サウンドはそんな感じで、歌詞とか意味としてはだからラジオ、まあそうだよね、うん、価値観をアップデートするっていうところで、昔ながらあるものでさ現代社会にどう寄せていくかっていうバンドのコンセプトそのものでもあるからね、これが それがこもってるよね、うん、完全に、うん、昔はいろんな人に聞かれてたけど、うん、今は、まあ、オールドメディアとなってしまった。人間の価値観も今20代で若いって言われてますけど、10年20年すれば老いてくるし、まあ、古くなってくる、うん、それはもう抗えない事実、うん、本当だよ。それはもうラジオもそう、人と並べた時に時代に適応して新しい価値を提供していこうよ、そういう努力をしようよっていう、うんうん、っていう、うん、みんなに共通する話題なの、間違いない、老いっていうのは、うん、もう感じてきてるもん、老い24歳で15キロ太ってるからね社会人社会人2年目で、それもまた価値観の一つとして受け入れて、価値観かどうダイエットしていくかとか、どういうふうに持ってていこうとか、そういう感じで、ね、まあまあ、そうだね、それと一緒でしょ。そうだね、視点を変えてそうそうそう、次の一歩を、そうそうだ、ね、太ったから太った事実はもう太ったから、これは抗えない、老いは抗えない、もう現実だもん、ね、次どうするかっていう、その時代で太った自分のキャラになるのか、痩せて努力してイケメンキャラになるのか、それをラジオで象徴化したっていう、うん、そうですね、そうね、なんで今皆さん太っちゃったとか仕事大変だとか私今何で悩んでんだろうとか、いろいろこう悩みを抱えてる人いると思うんですけど、まあ、何か新しいことにチャレンジするとか、自分のやりたいことに向かってこう邁進するのか、うん、やっぱ一番大事にしていく、なりたいなっていうふうに思ってるので、それは僕らも一緒ですね、やりたいことは音楽だから、音楽を通していろんな人に伝えていきたいっていう思いがあって活動しているので、一緒に頑張っていきましょう。アモンさんの見どころとかありますか。ある、シンプル、うん、イズベストじゃあ最後7曲目、トランサンディシティという曲になってます。これはもうライブ終わりの、ああ疲れた、チル系のサウンドになってるね、うん、もう歌とか全くなしに BGM っていうような、うん、退場曲ですね、最初の退場曲が閉会式的なノリだよね。そう、まあ、そう、一人で作ったんでしょ、うん、まあそうだ、サンディシティ、まあいろいろトラックを組み合わせてって感じかな、うん、まあ、次回作の苦戦じゃないですけど、なるほどね、ちょっと怪しげな雰囲気も、うん、いいね、うん、同じフレーズを繰り返すっていう曲になってるんですけど、作業用こう BGM とかさ、寝る時とかさ、それは本当一番適してる曲だと思う。なんでまあ日常の片手間に、そうですね、うん、ちょっとまったりしたいなっていう時とかに聴いてみてください。以上かな。そうだね、うん、壮大だな、振り返りましたね、ストーリーがこう紆余曲折あるような構成になってるので、ちょっと通して聴いてみてください。いいことある、言いたいことやったいや大変だったね、大変だった、長かった、マジで時間かかったな、そっからがスタートですね、こっからがスタート、新しい曲作りもだって動いてたりするんで、うん、今もうトランサンディシティに行ってる最中行ってるね、もう完全に、うん、トランサンディシティはどんな街なのか、どんな音楽が流れるのか、ぜひ楽しみにしてください。